おはようございます。ジアゴです。またしてもですね、今日は京都にあります西岡二人バレエ団のレッスンを受けさせていただきたいと思います。そしてその後にですね、今日はですね8月5日にあります公演の会場下見に向かいますので、ちょっとですね会場の様子とかいろいろ見ていただけるかなと思いますので、そちらも撮影していきたいと思います。で、今日のレッスンはですね、はい、私の大先輩のレッスンなんですが、めちゃくちゃ難しいという評判で、はい、しっかりと受けていきたいと思います。で、今日はリハーサルもありますので、リハーサルも頑張ります。それでは開場してみ行ってみよう。難しいレッスンとリハーサルが終わりました。もうね、ダイアナは体力勝負なんですけれども、体力がなさすぎてやばい、もうヘロヘロ、もう最終根性で頑張るしかないですね。はい、ということで、これからちょっとですね大阪まで向かいます。はい、京都にいるのでビンビンと行かないとダメなんですけれども、大阪国際交流センターまでちょっと電車に乗って向かいたいと思います。はい、大阪国際交流センター最寄り駅に到着しました。谷町9丁目で降りて7番出口を出たら、階段があるんですけど、7番出口上がって階段ですね、階段上がってもらったら、ちょっと左手に行きまして、そしたらすぐ右手に信号が見えますので、はい、信号を渡るの待ってます。右手に大阪上本町駅もありますので、はい、ここもまあ最寄り駅っていう感じですかね。で、とりあえずもう信号渡ったらこのまままっすぐ行けばいいかなという感じだと思いますが、ちょっとナビを見ながらね、はい、行きますので、はい、ちゃんとたどり着けるのか待っていてください。本当にまっすぐ歩いてたらこのマークが見えてきますので、ただひたすらまっすぐ進むだけです。多分駅から10分ぐらいちゃうかなと思いますね、歩いていくと。なんかこんな、なんか分かりませんが神社かな、なんからしきものがありますので、多分ここを曲がりますと、右に曲がりますとおそらく国際交流センターが見えてくると思います。あ、ここにコインパーキングがありますね。あ、着きました。大阪国際交流センター着きました。来ましたんですけれども、入り口はどこだろう。ここでいいのかな。暗いな暗いよね。1階でも入り口なので、あ、開きました。この辺で、ここが本当に入り口っていう感じですかね。ここがエントランスっていう感じですよね。あ、失礼します。ロビー、ここはロビー。このまま入っても大丈夫なんですかね。はい、すみません。ではまずお先に客席から入っていきましょう。うわ、大きい。すごく大きいです。はい、これ今左から入ったところなんですが、後ろの方でも割としっかり見えますね。段差がありますので、はい、こんな感じでございます。こんな感じですね。これで一番後ろです。はい。で、ちょっとね、座席がごちゃごちゃで皆さんにもご迷惑をおかけしているんですけれども、おそらくここに番号が振ってあるんですが、新しく修正した番号をこちらでここにか客席のどこかに貼り付ける感じになると思いますので、はい、皆様ご安心ください。案内してくださるスタッフさんも、ご用意しますので、はい、こんな感じですね。一番後ろでも、見えるね。肉眼でもしっかり見えますね。で、結構段差があります。すごい。思ってたよりも広かった。はい、こんなすごいです。一番後ろやけども結構傾斜がついてるから前の人はあんまり気にならない。で、降りていくと、はい、かなり近くなってきておりますが、この通路挟んで前は傾斜がついておりませんね。はい。ただめっちゃ近くなります。はい、かなり近くなりますね。そして舞台はこんな感じです。こちらから見ると、はい、こんな感じですね。端っこはこの辺、端っこからになりますが、前の方でも端っこからでもまあ割と見えるかなって。結構近いですよね。はい、これが横からの感じです。後ろの方になるとこういう感じですかね。はい、ぐるっと今私はこの辺りにおります。はい、今日はですね、舞台監督さんと照明さんも一緒に来ていただいておりまして、それが終わったら打ち合わせっていう感じです。ではちょっと楽屋を見ていきます。ここはロビーです。さっきそこから入ってきて、でここがクローク、すごい。ここに机もあります。入り口、ここにもありますね。はい、ロビーはこんな感じでございます。おトイレは両サイドにありますので、はい、で休憩もしっかりお時間取れますのでご心配なくという感じです。そんなに広々としているロビーではないので、迷わないかなという感じではあります。で、こっちから入ってきていただくか、あっちから入ってきていただくかという感じですかね。はい、こちらが大ホールでございます。これが正面でした。すいません、私さっきどこから入ったんやろ。後ろから入ったんかな。これが、正面入り口でございます。はーい、では打ち合わせに行ってきます。私さっきなんか神社みたいなのがあるって言ったとこ曲がっちゃったんですけど、曲がらなくてそのまままっすぐ行っとけばこのままここに、はい、到着する感じになりますね。はい、ですね、めっちゃぶっ飛んでるんですけど、海岸の下見に行った後、打ち合わせをしまして、で打ち合わせをした後にもうダッシュでお家に帰って、オンラインレッスン3本ありまして、今11時です。終わりました。疲れた。もう今日もう激ノンストップで激ノンストップってなんやねんって感じなんですけど、もう本当に今日もノンストップで頑張りました。忙しすぎて途中の記憶がなんかなかったんですけども、まあ、本当に無事に開館を見れてよかったです。いよいよ公演をやるんだという実感が湧いてきて、もうワクワクになりましたね。ワクワクと同時にまだやらないといけないことがたくさんあるので、まあ不安もいっぱいではあるんですけど、なんか今回初めて舞台監督さんと照明さんともお会いしまして、いろいろお話しして、もう私何でも初めてなのでっていう風に言って、でも大丈夫ですよっていう風に励ましていただいたので、すごく心強く、もう何を言ってるかわからないですけれども、もう公演まで間もなくもう公演まであと2週間、もう2週間か、それぐらいになってきてますので、頑張るよ私は。とりあえずご飯食べる。もういろいろ話すのはその後。今日の晩ご飯はすき焼きでした。私はちょっとお肉を温めてもらったので、お肉と卵と食べます。いただきます。そういえば今日、舞台監督さんと照明さんと打ち合わせをしてたんですけど、打ち合わせしてたら、なんかどこからかチーチーって聞こえてきて、で何と思ってパッて見たら、もうね15年ぐらい会ってなかった昔のバレエの友達に会いまして、こんなところで15年ぐらい15年かそう15年ぐらい多分会ってなかったと思うんですけど、こんなところで会うなんて、それでまさかの再会を果たしまして、でも私もうめっちゃ激急いでたので、本当に全然ちゃんとお話もできずで、もうバイバイしちゃったんですけど、8月5日の公演見に来てくれるので、またその時にね会えるのを楽しみです。2枚目のお肉すごいよ。こんな時間にお肉を食べて、こんな時間に食べていいの？朝から頑張ったから、明日も朝からあるんでいいの。じゃーん、8月5日の公演の音章が届きました。こちらは全部ではありませんけれども、一部ですかね。届きました。開けていきましょう。お風呂に入ってすっきりさっぱりしております。友人のお人ですね。一人友人です。これ大きい方か。これ舞台へ来たら綺麗そう。これはスプリングウォーターの衣装です。キューピッツちゃんのシンプルです。すごくシンプル。もうほんといよいよだな。なんか今日会場に行ってすごい実感が湧きました。楽屋とか見て、この楽屋借りなあかんなとか、早着替えここでできそうやなとか、そんなことばっかり考えてまして、いや本当にいよいよですね。この第1回目が成功というか、うまくいけば次のステップへ行く自信にもつながるので、わ、綺麗、すごい綺麗。ムフフフ。もう衣装も到着して、もうねまだ会場に行って実感が湧いてきたという感じで、お衣装も届いて、さらにまた実感湧いてきたんですけれども、まだまだやらないといけないこともたくさんあるので、引き続きちょっとその辺も頑張って、練習も頑張って、本番にベストな形で挑めるように、頑張って調整していきたいと思います。なんか本当に会場を見てめちゃくちゃワクワクしてきましたので、皆さんもぜひぜひ楽しみにしていてください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。